こんにちは、キッシャンです。今日の商品はこちらです。iPad mini の保護フィルムになります。ダイソーさんで買いました。以前 iPad mini の修理の方を出してまして、新品になって帰ってきたので、保護フィルムが貼られていない状態になっているので、とりあえずスマートカバーはついてるんですけども、表面を守りたいので、とりあえず、こちらの方を買ってみました。それでは、開けていきたいと思います。保護フィルムとクリーニングクロスと、プラスチックのヘラがついてます。100円でこれだけついてくると、かなりお得感がありますよね。それでは貼りたいと思います。はい、一応保護フィルムを貼ったんですけども、前は光沢タイプだったんですけども、今回は指紋の目立たないタイプということで、ちょっとやっぱ見にくくなったので買い直したいと思ってますが、価格の割には十分使えるレベルだと思います。